ベニスズメは、スズメメカイデチョウカの鳥である。広大な範囲に分布するハンアリ種で、北アフリカから中東を経て、インド、中国南部を含む東南アジア全域にまで、及んでいる。日本では、カゴ抜けした個体が、野生化したものが定着している。日本以外に、イベリア半島、フィリピン、ブルネー、フィジー、プエルトリコ、および、ハワイ諸島に移入され定着している。 目白より一回り小さい。おそらく日本で流通しているフィンチの中で最小と思われる。雌雄で体色が異なり、オスの生殖バネは頭部と胸含面が鮮やかな先行色で、背中から翼にかけては暗積色。翼と尾は暗菓色で、体側から翼にかけて円形の白い天文がある。ただしこのオスの生殖バネの鮮やかな赤い色彩は、 飼育下においては年月を減るごとに黒化する傾向がある。繁殖期のオスは複雑な美しい声でよくさえずる。若鳥とメスは背面が暗褐色、胸腹面はクリーム色に近く、腰から上をずつにかけて紅色がさす。飼育ともに目から口しにかけて黒線がよぎり、口しは暗赤色、足は黄紅色である。非繁殖期のオスは 特徴的な先行色が色あせくすんだ感じになるので、販売されている個体には人工的に赤い着色を施したものが時折見られる。オスだけでなく、メスや若鳥にも、クレナイや緑といった無関係な人工着色を施すこともある。原産地では草原や水田が主な住みかであるが、日本で野生化したものは主に河川敷の足原を住みかとする流鳥である。 原産地では、ウキが繁殖期だが、飼育家においては、餌が足りていれば、いつでも繁殖する。日本において野生化した個体は、春から秋にかけススキやジガやといった竹の高い草に、映像し繁殖する。成長は単子用植物の種子を主食とするが、繁殖期には昆虫を捕らえて、ヒナに与える。また冬には大群を形成する。 姿も鳴き声も美しいので18世紀から輸入され、飼われてきた。日本で野外における繁殖が確認されたのは、高度経済成長が始まった1960年頃からで、1970年代から1980年代頃には、日本各地で繁殖が確認されたが、近年は激減したようである。詳細に調査した記録がないので正確には不明だが、 今現在は確認されていない。最盛期から個体数が大幅に減少し、分布も大きく縮小したので今後何らかの影響が出ることも考えにくい。先行色に白い反転をまぶしたようなオスの外見がイチゴに似ているので、英名にはストロベリーフィンチ、レッドストロベリーの別名もある。レッドアピドバットと呼ばれることも多いが、このアピドバットや学名のアマンドバは、 本種の出荷地であったインド共和国グジャラート州の都市、アフマダーバードにちなむ。和名は中国名の勾配スズメに由来する。野生では熱帯にしか分布しないが、寒さに対しても強いので、飼いやすい鳥である。なお飼育下での繁殖が難しいのと、原産地で穀物一腸として駆除されていることもあり、鳥インフルエンザで鳥類の生態輸入が減速。 禁止される以前は、日本で流通している個体はほぼすべて野生個体を捕獲したものであった。餌は、文鳥、十四末に用いる四種混合でも良いが、泡以外はあまり食べないので、泡をかなり多めに入れると良い。つがいで飼うと頻繁に散乱するが、放卵期に、メスが非常に神経質になりオスを追い立てるので、狭いカゴでのすびきはまず間違いなく失敗する。 十四末を仮親とする方法も、ヒナの口が小さすぎて、球仕がうまく行かず無理で、ケージでのすびきも、いく期には、ヒナの小さな口に合う昆虫といった生餌や、強いすりエを必要とするため餌の選択に神経を使う。泡などの背の高い稲科植物を植えた屋外の菌舎の中で飼育するのが、自ら植物を利用して、巣作りをし、生餌も、 近社の中で自然発生したものを利用できるので繁殖環境としては最も望ましい。いずれにしてもす引きが難しい鳥である。かつては多くの個体が大量かつ安価に輸入、流通していたが、鳥インフルエンザの影響を受け東南アジアからの野鳥の輸入が途絶えたため他のアジアンフィンチドイを現在ほとんど見ることができない。ヨーロッパでは貝鳥として 類代飼育もされているが、ヨーロッパの多くの国からも鳥の生態輸入が禁止されているため、近年ペットショップなどで稀に売り出されるのは、生態輸入が禁止されていないスペインもしくは、ベルギーで類代飼育された個体にほぼ限られており、価格も、古近調など高級品質すら超える高価な買い取りになっている。ありがとうございます。